中の木、神羅万象、すべてのものの万有の阿吽の木を連ね貫いてやな。息吹して子供と息吹して、合図することに、一般のご奉公するのが、すなわちこの合図道じゃ。合図道こそやな、すべてのものの完成の道に対して、ご奉公する。ただ、チャンパラじゃありません。チャンパラは、体と体、物と物との、すれよう響きにおいて、ついに冷戦のやむなじに至る。それから、日本の国の歴史、地理をよく考えないから。歴史には、日本の国の戦術をことごとく出ている本がある。これを、古典という、古事記。あるいは、古言文なんか、皆様です。なぜこの戦術においてか、もうすでに地上の争いは、もはやた、もう古くない。これは空の木の上になっている。木の戦術を行わないか。すなわち相手の木の戦術。今俺は対一方で、五体の世界。ところが、今度は、ね、あるいは渋滞の域に、あるいは液体の域に、あるいは気体の位置、私の気体の位置から始まってな、そういうことです。だから昨日村の遊ばへ突きで持って倒す、何も手を触って倒すんじゃないし、そういうのも木で持ってるくるからになって、なぜか自分のところの主に相手を導いてる。昨日の相手ここに座っとる相手はやな、こうしよう、ああしようと肩じゃありませんね。肩をこしらえた大元に噛んで、その折りその折りでやっていくんだ。これが万有万身の成就を明示するところの再生一致の本義そのものこそ、この合気道の元になる。